次さあここだ。よし、目が早いな。ここは精霊の力を借りて、ね、安全に渡ろう。いけるかい？動きがゆっくりになったよ。気をつけて進め。空が明るい、気持ちいいな。この先は気をつけた方が良さそうだ。よし、手に入れたぞ。何が入っている？おお。はっ。はっ。やっ。腕は凍えてしまう。貴重なものだな。いっぱいまま面倒だ。一気に片付けてやろう。アイスクローズ。
これです。はあ、ほんますんごい数の魔物やったな。これから先、こういったことに遭遇することも増えるだろう。日頃から連戦に備える心構えが必要かもしれないな。そうだね。装備とか道具もこまめに見直そう。そのはずだ。へえ、それはすごいな。ミルパって人、意外と大物なんちゃう。二人で大草原をかけた。マナの木への旅がこんなに楽しいなんて想像もしなかった。この時間がいつまでも続くといいのに。いつまでも、いつまでも、いつまでも、いつまでも。ミルパ様にお会いできてよかった。ピックルがいれば港町まで楽に行けるだろう。この子ら早いな。乗り心地もなかなかやし。よし、大草原を駆け抜けてナタへ向かおう。クマミツゲット。
マナの木までの旅がこんなに楽しいなんて思わなかったな。ヒナと一緒に大草原を駆けてずっとこうして旅を続けられたらいいな。何度も通ってきた大草原のはずが、なぜだろういつもと違った景色に感じられる。少しは前向きになれたってことなんちゃう。月の大精霊に未来託されたらもううじうじしてる。さっきもらったベル、なんなん？鳴らしただけでピックルたちが来てくれるんか？音に敏感な習性を生かしてミルパ様が鳴らしたと聞いた。これで旅の仲間がさらに増えたね。頼もしいや。巫女のお役目や心構えについてもう少し学んでおけばよかった。巫女は規則正しい生活が大事だよって村で教わったよ。夜は早く寝て朝ちゃんと起きることって。それならば普段から心がけていることだ。安心した。もうどりゃ真面目やな。この距離ピックルがいなかったら大変だったね。本当、歩いていたら大変だったろうな。おい、